こんにちは、金黒です。今回は iOS 10.1、 Apple 純正で乗り換え案内を試してみた、そんなお話です。2016年10月25日の深夜、 iOS を 10.1 にバージョンアップしたら、 Apple 純正のマップが乗り換え案内噂通りできるようになっていました。それでは早速やってみます。この場所または住所を検索します。こちらをタップして目的地入れてみますね。例えばナンバ、ひらがなでナンバにします。そうするとナンバ駅が出てきますので、ナンバ駅をタップ、ここで経路をタップします。今一生懸命探してくれてます。出ました。まず車で検索されちゃいました。本当は交通機関でやりたかったんで、この交通機関をタップします。今度は交通機関で読んでくれると思います。交通機関だとちょっと検索するの時間かかってますね。出ました。これで出発時間とか到着時間の候補が3つ出ています。8時35分に出発したら11時23分に着くみたいです。私は香川県観音寺市に今単身赴任していて、この単身赴任先から検索しました。さらにちょっとこの地図の方を拡大してみますね。新大阪の辺を拡大してみますと、実際に新大阪駅を拡大すると、新幹線ここで降りるんだと思いますが、ここから地下鉄の乗り口こちらなんで、この地図を目安に歩けば駅の中で迷わないんだと思います。交通機関で行くときの3つの候補の1つをタップすると、何時にどこで乗り換えてというふうに出ています。これを目安に交通機関を使って移動するんですが、残念ながら私が以前ご紹介した Apple Watch のアプリエキスパートみたいに何番ホームで乗るとかそういうのが載ってませんので、実際使うのは Apple 純正のマップで乗り換え案内使うよりもエキスパートの方が使いやすいなと思いました。ちなみに小さく出ていますが、交通機関のスケジュール情報はジョルダン株式会社が提供しているようです。私が住んでるこの香川県観音寺市から、この車、徒歩、交通機関、配車サービスのこの4つの中の徒歩を選んでみますと、ちゃんと徒歩でも検索するでしょうか。検索しました。2日と5時間かかるみたいです。距離は252キロ、歩いたら2日と5時間で難波まで着くみたいです。今回は iOS 10.1 の乗り換え案内をレビューしました。これからも新しい OS に変わって気がついたことをレビューしますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。